こんにちは、マリーです。本日はコストコの購入品紹介ということで、コストコファンの私が何度もリピートしている一押しの商品や新しく発見した珍しい商品を中心におすすめ商品を紹介させていただきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずは塩鮭、 100g あたり135円です。厚切りの美味しい鮭がたっぷり10切れほど入ったかなりコスパのいい商品だと思います。一切れごとにすごく肉厚で、スーパーなどでよく見る鮭より豪華な感じになっています。すぐに使い切れない部分はこちらのプレスンシールを使って冷凍しておきます。とりあえず焼くだけで一品できちゃうのが嬉しいです。油が乗って身もふっくらしていてすごく美味しいと思います。塩加減が程よくて臭みも全然ないので、炊き込みご飯やおにぎりの具材にするのもおすすめです。そんなにしょっぱすぎないので、子供のご飯やお弁当にも安心して入れられると思います。続いてはストロベリースコップケーキ、1パック1498円です。こちらいちごのケーキで、以前はストロベリートライフルという商品が立方体サイズのパッケージで売られていましたが、これがリニューアルされたような形になります。重さは容器を含めてですが 1530g、 およそ 1.5 キロ の大ボリュームです。いちごがこれだけ入ってこのお値段ですので、コスパはかなりいい商品だと思います。生クリーム、カスタード、スポンジがぎっしり入っています。いちごがたくさん入っているので、どの部分を食べても甘酸っぱさを感じられてすごく美味しいと思います。より詳しい情報や食レポなどは過去動画にまとめていますので、そちらもぜひご覧ください。いちごがすごい大きい。いちご大きいね。しかもいちごたっぷり。このケースにすごい、何個使ってるんだろう。続いてはバラエティミニデニッシュ、20個入りで798円です。こちら4種類のデニッシュが入ったアソートタイプになっていて、各種類5個ずつのデニッシュが入っています。コストコのデニッシュは売り場で見るとどれも美味しそうなんですけれど、1種類だけのものだと巨大な容器に20個ぎっしり入っていて、全部食べきれるか不安になったりすることも多いと思います。なので初めて食べる種類だったり、いろいろな味を試してみたい方にはこのアソートタイプが特におすすめだと思います。どのデニッシュも生地がサクサクしていて美味しかったです。それに一つ一つが小ぶりで食べやすいところも良かったなと思います。すごいサクサク。こちらもより詳しい情報や食レポは過去動画にまとめています。ラズベニーデニッシュ、1個ですが小ぶりなのがいいね。思ったより甘い。でもこの酸味もあるから美味しい。もっと酸っぱいと思ってた。甘酸っぱくて美味しいね。これは好きだな。美味しい。美味しいね。続いては海鮮漬けちらし寿司、1980円です。新鮮なネタがたっぷり乗ってすごく豪華な見た目になっています。そして特に嬉しいのがメインの具材になっているこのサーモン。お隣の本マグロやイクラ、甘エビももちろん美味しいんですけど、やっぱりコストコのサーモンの味は別格で、まさに鉄板ネタだと思います。すごく濃厚で食べ応え抜群です。価格的には同じ売り場のお寿司が強敵なので、正直コスパ負けしちゃうかなとも思いますが、その分クオリティはすごく高いので、マナの方にはぜひ試してみていただきたいなと思います。見た目が華やかなのでパーティーなどにもおすすめです。続いてはビビゴの水餃子、 800g 入り、セール価格で748円です。ビビゴなら間違いないと言われるくらい評判のいいブランドですが、今回はそんなビビゴの水餃子を初購入しました。こちらパッケージにあるように豚肉や野菜、お豆腐などがたっぷり使われています。保存に便利なジッパーがついて、この中に小さめサイズの冷凍餃子がたっぷり90個ほど入っています。作り方は簡単で、
基本の水餃子は凍ったままの餃子をお湯で3分茹でるだけ。今回はアレンジとしてスープ餃子、それにフライパンで焼き餃子を作ってみました。あんにしっかり味がついているので水餃子にしても焼き餃子にしても美味しくなってくれると思います。ただし私は失敗してしまいましたが、フライパンで焼く場合は皮が薄くて焦げ付きやすいのでご注意ください。味しっかりついてるね。野菜がシャキシャキする。そうだね、美味しい。これ簡単にできるからいいな。じゃあちょっと焼いた方も食べてみます。味がしっかりしてるからお醤油なくても食べられる。あ、美味しいね。皮がね、ちょっと薄めだからサクサクしてる。続いては瀬戸内海産のしらす干し、 100g あたり399円です。コストコのしらすは何といっても質の良さが魅力。一匹一匹が大きくて旨味も濃いと思います。冷凍できるのも便利で、我が家では冷凍庫にストックしておいて少しずつ解凍しながら息子に食べさせたりもしています。今回は定番のしらす丼を作ったり、トーストの上にチーズと一緒にトッピングして焼いたりしてみました。トーストの方もピザみたいに美味しくできたのでおすすめです。すぐに食べきれない分はジップロックで冷凍しておきます。凍ったままの状態でも軽く揉むだけでバラバラになりますので、こんな感じでまとめて凍らせておけば好きな分量だけ使えます。解凍も自然解凍かレンジで簡単にできるのですごく便利だと思います。続いては鹿児島県産のそら豆、1キロ入って899円です。我が家では魚焼きグリルで素焼きにして食べることが多いのですが、コストコのそら豆は旨味がしっかり感じられてとっても美味しいです。並べてみると全部で26本。そら豆は鮮度が落ちやすいのですぐに食べきれない分は冷凍します。鞘から豆を取り出すとコンパクトに収納できます。薄皮に包丁で切り目を少し入れてから生のままジップロックに入れます。使うときは凍ったまま3分ほど塩茹ですればそのまま美味しく食べられます。続いてはカナダ産三元豚ヒレ真空パック、 100g あたり99円です。ヘルシーかつ柔らかいので、カツやステーキにすると美味しいヒレ肉。コストコでは 100g100 円以下で買うことができます。真空パックは2つに分かれていて、1パックに細長い塊肉が2本ずつ入っています。下処理しやすい形になっているので初めてでも扱いやすいと思います。今回はヒレカツを作っていきましょう。お肉を厚さ 2-3 センチに切り分けていきます。フォークを使って肉の繊維を切っておくとさらに柔らかくなって火の通りも良くなると思います。豚肉に衣をつけていきます。ビニール袋の中に入れて小麦粉をまぶした後、溶き卵をつけてパン粉をまぶします。本当だね。油をよく切ったら出来上がりです。続いては天然水トマト、1パック698円です。国産のトマトがたっぷり1キロ入って、このお値段なのはすごくお手頃だと思います。我が家ではトマトをよく食べるので、今回は2パックまとめ買いしています。すごくみずみずしくて酸味はちゃんとあるんですけれど、後味はすっきりしていてとっても食べやすいトマトだと思います。並べてみると大きさは結構不揃いで、大きめサイズと小さめサイズがちょうど半々くらい。数は全部で28個入ってました。全体的に小ぶりなので、さっと水洗いするだけでもプチトマト感覚で手軽に食べられると思います。同じく野菜でキャベツも安かったので購入しています。大きめサイズで1玉158円です。今回はこちらののメインレタスも合わせて買っています。はい、その他のリピート品をさらっとまとめてご紹介します。アトランティックサーモンフィレ 100g あたり428円。油が乗っていて美味しそうです。お刺身にしたりムニエルにして半生で食べるのが美味しいと思います。
バナナ 1.3kg268円。息子も大好きです。一本一本大きいなと思っています。卵20個348円。ロメインレタス399円。生でも食べれるんですけれども、私はどっちかっていうとちょっと火を通した方が好きなので、チャーハンだったりスープなどに入れて食べるのが好きです。いかがだったでしょうか。これからも一押しのアイテムやおすすめレシピの紹介など、コストコライフがもっと楽しくなるような動画をたくさんお届けしますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。